吉祥寺ロンドン、株式会社吉祥寺ロンドン、吉祥寺ロンドン、吉祥寺ロンドン COLTD は、かつてロンドンの屋号で駅ビルを展開していた JR 東日本傘下の企業。2007年に東京圏駅ビル開発株式会社、現株式会社アトリに吸収合併され解散した。また、吉祥寺ロンドンは、 東京都武蔵野市の吉祥寺駅の旧駅ビルで2010年にアトレ吉祥寺となった。本校では商業施設である吉祥寺ロンドンと運営会社の株式会社吉祥寺ロンドンについて衝述する。吉祥寺ロンドンは株式会社吉祥寺ロンドン、旧、株式会社吉祥寺ステーションセンターが運営していた商業施設である。もともと ロンドンは1969年昭和44年12月3日に開店した JR 中央線の吉祥寺駅から吉祥寺通りまでの駅西側の高架下にある商業施設を指していたその後吉祥寺駅の東側の高架下にロンドンヤング間後の駅サイツ間として拡大しさらに中央線の三鷹駅と西八王子駅横浜線の中山駅にも ロンドンを出展した。後に、中山ロンドン、現、ビーンズ中山は、株式会社 JR 東日本都市開発の運営となった。2007年、平成19年4月に、株式会社吉祥寺ロンドンが、東日本旅客鉄道、JR 東日本グループの駅ビル運営会社である、東京圏駅ビル開発株式会社、現、アプレにより吸収合併されたことで、 吉祥寺、三鷹、西八王子の3施設の運営会社も変更された。その後、吉祥寺駅の改良工事を受けて改装を実施することになり、2010年、平成22年からアトレ吉祥寺として生まれ変わり、同時に三鷹ロンドンもアトレビ三鷹に名称変更した。2011年、平成23年10月に西八王子ロンドンが、 東日本旅客鉄道 JR 東日本グループの駅ビル運営会社である JR 東京西駅ビル開発株式会社に譲渡された。さらに2013年平成25年に中山ロンドンがビーンズ中山に名称変更したことによりロンドンの名称を譲るのは西八王子ロンドンのみとなった。ロゴマークは開業から1989年 平成元年のリニューアル前までは筆記体でローンローンとしたものが約20年にわたり用いられた。1989年8月26日のリニューアルオープンから2010年3月30日までは2代目のロゴが用いられ大文字でローンローンと表記されていた。特徴として左側の王は左傾斜型の四角で囲まれ白抜き文字で表示されていた。 なお、中山ロンドンのみ、ロゴが二代目に変更された後も、初代ロゴを使用していた。ロンドンの由来はロンドン区、長い駅ビルだったことからこの名前になっている。ここでは株式会社吉祥寺ロンドンが運営していた、駅ビル施設のみを挙げる。9、中山ロンドンについては、ビーンズ中山を参照。JR 吉祥寺駅降下した。吉祥寺ステーションビル、地下1階、地上2階。 現、アトレ、吉祥寺。地上2階、地下1階からなる構造で、本館と、別館、駅サイツ館、現、アトレ、吉祥寺、東館があり、地下1階で連絡している。このうち本館は、JR 改札口付近から吉祥寺通りまでの、駅西側部分出る。一方、駅サイツ館は、吉祥寺駅前通り等部分のかつての東館で、 JR ホーム東端に新改札口が設置された際、1989年、平成元年8月にリニューアルされてヤング館となり、1999年、平成11年8月にエキサイ館となった。総店舗数、約238店舗、店舗面積約13,200平方メートル、延べ床面積約32,200平方メートル。 京王吉祥寺駅ビル、旧、ターミナルエコー湯沢屋吉祥寺店、初代、現、キラリナ京王吉祥寺、京王電鉄井の頭線吉祥寺駅とも、直結していた。1969年4月に、国鉄中央本線鬼久保駅、三鷹駅観光架カ工事が完成したのを受け、また昭和40年代から、当時の武蔵野市長、 後藤喜八郎の主導で進められた吉祥寺駅周辺、再開発事業の一環として、この年の12月3日、国鉄吉祥寺駅高架下に、吉祥寺ステーションセンターロンロンとして開業した。開業当初から20年にわたり、ローンローンという筆記体文字をあしらった英文ロゴが使用された。また、開業から10年以上にわたり、公園帰りのショッピングの キャッチコピーが使われた。これは、井の頭温志公園に行った後帰りに立ち寄る買い物客を取り込むべく、当時のロンドンのショップガイドや広告などで使用されていた。その後、開業翌年の1970年、昭和45年11月に、駅南口にもう一つの駅ビル、ターミナルエコーが開業。さらに続く1971年。 昭和46年11月には、北口駅前に貝、カイビル、伊勢丹吉祥寺店、現、コピス吉祥寺と、サンロードが完成し、以後1974年、昭和49年に、近鉄百貨店東京店、現、ヨドバシ吉祥寺と、東急百貨店吉祥寺店、ダイヤ街、1980年、昭和55年には、吉祥寺パルコが開業。 吉祥寺駅周辺に商業施設が集積するようになる。1989年8月26日には、ロンドン全館をリニューアルオープンし、また、ロンドンヤング館がオープンする。同時に、ロゴマークが2代目のものに変更された。1999年8月には、ヤング館がエキサイツ館にリニューアル。同館1階に、新制度ディスクイン、2階に、 ユニクロが出展する。2007年4月、JR 東日本のグループ企業の再編に伴い、株式会社吉祥寺ロンロンが東京圏に駅ビル開発株式会社当時に吸収合併された。2009年、ロンロンの運営会社である東京圏に駅ビル開発が4月に株式会社アトリに社名変更される。 また、同年9月中旬、JR 吉祥寺駅の改修工事に伴う、改装のため、本館2階すべての店舗と、地下1階の一部店舗を閉店した。これに合わせ11月、施設名称を後歴吉祥寺に変更することが発表される。2010年3月30日、40年4ヶ月に、渡る、ロンドンとしての歴史に幕。く。それから2日後の4月1日より、 新生、アトレ吉祥寺が開業する。なお、現在のアトレ、吉祥寺本館1階に、かつてのロンドンの名を冠した、ロンドン市場がある。JR 三鷹駅の南口に立地する、駅ビルである。2011年現在は、運営会社が合併したこともあり、アトレビ三鷹となっている。店舗面積のべ1422平方メートル、地上5階建て、全16店舗。 1990年代から実施された、三鷹駅南口の駅前広場の整備に合わせて、1998年、平成10年により、京城駅舎コンコースに連絡する海岸などがあった、駅前ロータリーと線路の間の敷地に、駅ビルの建設工事が行われ、翌1999年に竣工した、吉祥寺論論ンンを運営する、株式会社吉祥寺論論ンンが、 三鷹駅の駅ビルも運営することになったため、三鷹ロンロンと名付けられた。1999年10月29日、吉祥寺ロンロン直営の支店、三鷹ロンロンとして開業。その規模は、吉祥寺ロンロンと比べて小さく、1フロア2から4店舗程度しか出店していない。テナントとして、スターバックスコーヒー、アイシティ、アンテノール、ボディファクトリー、スパゲッティアドナ、 文京堂書店、三鷹駅市政窓口、2005年6月までなどが入居していた。運営会社が株式会社アトレに吸収合併されたこともあり、2010年4月1日より、吉祥寺論論と共にアトレブランドへの名称変更をすることになった。この際、吉祥寺論論に比べて規模が小さかったことから、小規模のアトレに用いられるアトレビを使用することになり、 アトレビ三鷹に解消された。入居店舗の多くは、アトレビ移行後も継続して営業している。JR 西八王子駅北口に立地する、地上2階建て、生活館、店舗面積693平方メートルと、市場館、同471平方メートルの2館からなる。1978年12月2日に、生活館を開業。 13年後の1997年2月14日に新たに市場館が開業し、西八王子ロンドンが誕生。2011年10月より運営会社が JR 東京西駅ビル開発株式会社に変更された。2館合わせ全11店舗から構成される。なお、生活館2階の一部は保育園、ピノキオ幼児社西八王子園となっている。 毎月8日には、8の日抽選会を開催している。抽選には、毎月6日、7日、8日、購入分のレシートが必要となる。このほか、市場館では、平日に1日午前、午後の2回、1時間限定のタイムセールを行っている。2017年10月1日より改装のために一時、閉店、12月15日にセレオ西八王子と解消され、 市場館がリニューアルオープンした。なお、ロンドン西八王子時代は JR 東京西駅ビル開発の運営する駅ビルでは唯一同社運営施設の共通ポイントカードであるセレオポイントカードが使用できなかったがセレオ西八王子となってからはロンドンポイントカードが廃止されセレオポイントカードに統一された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。